皆さんこんにちは、エルザです。今回はロケットの電話番号を使って謎解きをしていく 2D アドベンチャーゲームストレンジテレフォンの続きをやっていきたいと思います。さて、前回ね、いろいろアイテムとか、まあ、世界渡ったわけだけど、まだね、電話の世界2つしか行けてないんだよね。あと鍵がね、どこで使えるのかみたいなのももう少しやっていきたいね。で、ここがね、この3つありますよっていう話なんだけど、新しい番号来ないとなかなか厳しいんでね、ちょっと一つずつやっていこうか。ローラー作戦じゃないけど、左、ナタ。多分ね、この子たち全部解放したらなんかあるんだろうなと思った。ほら、来たー。だけど脱出しないと時間が多分全部解放してる。あー、ちょっと待って、じゃあ行ってみようか、もう一回。これさ、これもしかしてやっぱ本田先うまいことやらないといけないとか、そんなオチかな。ちょっとギリギリまで粘ってやってみようか。ほら、結構あの時間との勝負なんですようわー、奥なんかいる。非常に怒っているようだ。怒ってるんだ。怒ってるか。いや、でもなんか今の部屋あれかな、水あげたらどうなるんだろうね。これもう一回火探してみようかな。ペロペロキャンディーをさ、溶かせるのかな。火見つけて、火に鍋置いて、みたいなさ。あー、鍋、うわー、遠いんだよな。ペロペロキャンディー、よし。来たけど、ゲームオーバーです。なるほど。ペロペロキャンディーを作るのは間違いなかったね。よしよしよし。これで進んだ。とりあえず進んだ。キャンディー。で、これをペロ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 にあげないといけないから、ペロペロくんどっちだったっけ？あげたいな。あ、いた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 。ペロペロキャンディー、どうぞ。ペロ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 って。めっちゃ喜んでる。え？まさかのエンディングだった。ナンバー6だって、ペロペロヒール。あれ、ペロペロヘルってそういうことか。地獄か。キャンディー地獄か。うそそれ予定外やったな。あ、でもこっからなんだ。ゼロから始まってる。じゃあ、ペロペロキャンディーしたけど、え、何？え、ちょっと待って、一瞬で話が終わりましたね。これ水あげてみよう。今気づいた。
蘇った花は何かを手渡してきた。手渡してきた。青い花ゲット。ちなみにここは61299、61299ね。寂しそうな顔をしてる。あ、青い花を少し分けてあげた。表情が選び、何かを手渡してきた。へえ、頭に渡すのか。手紙。手紙は、ここは61294ね。オッケー。男ん子に渡すんだろうね。青い花分けれるの？月が空に昇る。で今ので、61294そうね、これで番号どんどん増やしていく感じなのだ。ほら、女の子のマークになったもんね。やべやべやべ、ちょっと待って、それはね、記録しておきたい。61294だね。よし、いい感じ、いい感じ。Q さんが、そうね、お墓。墓にも全部お花置いていこうか。ほら。ね、で、この番号をね、覚えたい。コメコメシャープ637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 か。お、落ち着いたみたい。目元から何かこぼれ落ちた。青の結晶。青の結晶。これちょっとメモするわ。ちなみに、今もらったやつはこれ。結晶ね。これ右行くと、うわー、すごい。目ん玉すごいね、足元のね。これ結晶さ、使えないんだ。まあ、切ると元気そうっていうよりかは、すごい怒ってるっていう表現のがいいかもね。あ、月が昇るだ。明けが月明かりを浴びて高く伸びてる。これさ、ですよね。竹取りだよね。お月見じゃん、うさぎもいたら。ちなみに青の結晶。使えない。意味はなさそう。何を見ているのかって話だけど、竹はつ、あ、時間来ちゃったか。めっちゃこのエンディング見るな。でもさ、これさ、後ろ見てもらうといいんだけどさ、あ、エンディング、エンディングの数か。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。え、マジで11個あんの？やば。とりあえず、そうだな、番号入力しよっか。これで一気に裏飛べるよね。よし、じゃあ次左。これが637636だよね。よしよしよし、標識に意味ね。
でも目のお化けのやつと関係ありそうだよね。途中いたね。カラーコン。なんかあるのかな。あ、死神がいる。逃げろ。あんな感じで出てくるんだね。これは633か。で632ハート、すごい量の花粉だ。切る？切る？水あげたらどうなる？まず。もう、そうなるよね。あ、戻った。ああ、ここはそうだな。638。うわー、わかりやすいね。一つ630かな。宛名になってるね。うん。まああれはね、切ったら飛ばされるだけだから一旦放置で。マジこの子謎だな。結晶も何かしら使えるんだろうけどね。ってことは、まあまあまあ、似たようなとかぐるぐるしてるってことか。双眼鏡。ああ、何を見てるのかこれでわかるわけか。なるほど、なるほど。どうでしょうか。あれ？手紙じゃないの？男の子かなーと思ってたんだけど違かったからね。まあ、ちょっとこの辺りもう一回試したりしたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。まあ、今後もこんな感じでゲームとか他のゲームやっていきますので、よかったらチャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。